メデジンカルテルはコロンビアの犯罪組織。パブロ・エスコバルによりコロンビアのメデジンに創立された麻薬密売者の組織化されたネットワークで、主に1970年代及び1980年代を通して活動した。資金源は麻薬の生産、加工、販売、宝石加工、販売、身の代金獲得。 その収益は1ヶ月あたり最大6000万ドルに上り、複数の見積もりでは合計で最大280億ドルの資産があった。カルテルに参加し、あるいは関与した他の有名な人物には、おちょわけ、カルロスレデル、およびジョージ・ウングなどがいる。メデジン・カルテルはカリ・カルテルと工場的に争い、また1980年代前半から、 コロンビア政府と抗争を繰り広げた。国家の生産農家、加工業者、販売業者に支えられたゲリラ的犯罪組織であり、常にアメリカと対立し爆弾闘争や営利誘拐を繰り返している。ゴンサロ・ロドリゲス・ガチャ・パブロ・エスコバルもともと、コロンビアの犯罪組織は、貴金属、酒、タバコの密輸、窃盗、盗品売買が主な資金源だったがアメリカでマリファナ。 その後コカインが流行するとそれに目をつけたエスコバルを主領に首都ボゴタなどを統括していたゴンサロ・ロドリゲスガチャカリブ海の密輸ルートを握っていたカルロスレデルメデ人の伝統的なマフィアであるオチョワケを最高幹部としたメデジンカルテルを結成したその地の利を生かしペルーとボリビアから持ち込んだ良質のコカインをマイアミのキューバ系組織に渡していたが後には生産 流通も支配するようになり、最盛期のメデジンカルテルは、大米麻薬密輸の八割を、仮カルテルと、扱い年間数億ドルの収入を得ていたと見積もられ、エスコバル自身も大富豪として、豪勢に暮らした。また、メデジンカルテルは、武闘派組織であり1981年に、ゲリラの4月19日運動に、おちょわけの家族が誘拐されると、誘拐者に死をという武装集団を結成して、 降伏した。この一件以来、自動火器や航空機、設備の整った基地、イスラエル人、イギリス人、オーストラリア人の傭兵による顧問団によって、支配組織を拡大していき、ゲリラだけでなく政治家や治安当局も、強敵とするようになる。また、この集団が AUC など後の準軍事組織の起こりとされている。1984年に、 アメリカへの犯罪人引き渡し条約を厳格に進めようとしていた法務大臣を暗殺し1985年に発生した4月19日運動によるコロンビア最高裁選挙事件にも関与していた。さらに引き渡し賛成派の国会議員2名、翌年には検事総長を暗殺しついに1989年、メデジンカルテルはルイスカルロスガランサルミエント大統領候補者を 暗殺した。上院110名が犠牲になったアビアンカ航空機203便の爆破、ボゴタの治安警察本部前爆破などのテロ行為を実行している。そしてライバルであるカリカルテルとの抗争も激化し、メデジン周辺は無政府状態に陥った。政府側もエスコバルと不仲となったカルロス・レデルは87年に逮捕し、アメリカに引き渡され、 ゴンザロ・ロドリゲスガチャは1989年に特殊部隊によって射殺された。翌年からは憲法改正で犯罪人の対外引き渡しが禁止されたことにより、カルテルの幹部から投稿が相次ぎ、ついに1991年5年の服役とアメリカへの引き渡し期を条件にエスコバルは出頭し、豪華な設備を備えた刑務所に収監された。収監された。 刑務所内から組織を動かしていたが、その間には幹部や部下が投降、あるいは殺害され勢力が弱まりつつあった。翌年、脱獄し、コロンビア政府、アメリカのデルタフォース、カリカルテルに追われ、ロスペペスト自称する集団に、エスコバルの家族や手下300人以上を殺害され、組織は大打撃を受ける。そして、エスコバルは自宅にいたところを治安部隊に射殺され、 2万人の死者を出したとされる麻薬戦争は終結した。幾度にもわたるアメリカ軍の総統作戦やコロンビア政府による敵発で大物の多くが死亡あるいは逮捕された。カルテルは統一された実態としては消滅しその組織力と影響力の多くを失ったものの生き残った組織や元構成員は国際的な麻薬界で現在未だ活動的である。 独自の施設群を保持し、動員力もあり、明脈を保っている。貧困にあえぐ中南米の諸問題が解決されない限り、メデジンカルテルの壊滅は達成されないであろうという意見もある。2002年以降のウルベ大統領の宣伝によれば、組織は見る影もなく元構成員の構成が進められているという。ありがとうございます。